流山大高の森駅。流山大高の森駅は、千葉県流山市西初井市六丁目にある、首都圏新都市鉄道及び、東武鉄道の駅である。首都圏新都市鉄道つくばエクスプレス、駅番号12と、東武の打線、愛称、東武アーバンパークライン、駅番号、TD22 が乗り入れ、両路線の乗り換えができる、接続駅となっている。つくばエクスプレスの、 全旅客営業列車、快速、通勤快速、区間快速、普通が停車する。駅近傍の、市、野谷の森に、絶滅危惧種である大鷹が生息していることが、駅名の由来となっている。流山大鷹の森、SC 等の最寄り駅。工日の通り大鷹が生息する森が、駅周辺に広がっていることと、市内に、緑が多く残されていることが、駅名の由来である。 計画時の仮称は流山新市街地であった。そのため、つくばエクスプレス開業前に発行された路線図や道路地図では、新駅が流山新市街地と表記されているものがある。2002年4月に流山市が行った市民アンケートをもとにした公募案は流山中央であった。その後2003年8月23日に開かれた第2回。 つくばエクスプレス駅名線公開で、流山市は、流山大高の森を、市案として、正式決定し、この駅名が実際に採用された。島式ホーム2面4線を有する公開駅である。北側から1番線、下り、副本線2番線、下り本線3番線、上り本線4番線、上り、副本線となっており、環急接続が実施されることがある。 特に、ラッシュ時は、快速系統の混雑緩和のため、ヤシ駅ではなく東駅で、環球接続することが多い、2010年時点のダイヤ。すべての列車が停車する。相対式ホーム2面2線の地上駅で、京上駅舎を有する。駅業務は、当初同社の直営だったが、後に東部ステーションサービスに委託された。野田線、東部アーバンパークライン内では、 最も新しく、東武鉄道全体では、2017年7月22日に、開業した絹川線の東武ワールドスクエア駅に次いで2番目に、新しい駅である。東駅開業後、野田線沿線から、都心方面への到達時間が短縮されたことなどから、野田線にも大幅な利便性向上がもたらされ、マンション建設や、住宅販売なども含めた沿線の活性化が見られる。当初、 東武鉄道側には当駅設置の予定がなく、流山市及び都市再生機構による建設費の全額負担をもって、ようやく建設された。前例となった道線の新加ヶ谷駅と同様に、鉄道利用者の乗り換え利便性向上のための費用を、乗り換え駅所在地の自治体及び開発主体が拠出する形となった。発車メロディは、かつて、かすか駅で使用していた曲と同じ。 改札内コンコースとホームに発車票が設置されている。開業以降の1日平均乗降人員の推移は、下表の通りである。首都圏新都市鉄道は除く。開業後の1日平均乗車人員の推移は、下表の通りである。大高の森とは、当駅から見て西方にある、およそ50ヘクタールの森林、市、野屋の森のことであり、絶滅危惧種に、 かつて指定されていた大高が生息することから、駅名の一部に採用された。しかし、バブル期前後のスプロール的開発や、一体化法に基づくつくばエクスプレス沿線の開発、つくばエクスプレスタウン流れ山新市街地地区により、森林面積は2005年3月現在20ヘクタール強にまで減少している。その影響のためか、プラットフォームや線路内に、 大高が迷い込んでくることもある。それでも、宅地化が進んだ流山市にあって、貴重な森林であることに変わりはなく、地元住民や自然保護団体は、市、野屋の森を通る区間は、地下方式で建設することを求めていた。結果として鉄道は、効果となったものの、関係者が保全計画を策定し、一帯を、日本初の都市保全林、建立し、 野谷の森公園として整備して、駅周辺の里山をある程度残していくこととなった。周辺地域は、当駅開業以前より、森林、集落や小規模の新興住宅地などが点在している。2007年3月12日、駅南口に流山大鷹の森 SC が開業した。2011年4月18日には、西口暫定広場が、 供用開始され、これに伴って、東部バスの一部路線の経路が4月25日から、東口発着から西口発着に変更された。2018年11月1日には、高架下に商業施設、木陰テラスが開業し、そこに直結する改札口も新設されている。このほか、北西側の西初市五丁目では、日帰り温泉施設、 流線寺の湯の出展も計画されている。2007年7月1日、駅東口に複合施設、ライフガーデン流山大鷹の森が、同年11月20日、高架下に TX グランドアベニュー、大鷹の森がそれぞれ開業した。この二つは、ペデストリアンデッキで連絡している。東口、西口もに東部バス、路線により、東部バスイースト。 東武バスセントラル運行が分かれている、京成バスの流山市街地、柏市、主に柏の葉方面行き、流山グリーンバス、運行は、東武バスイースト、京成バスが、路線ごとに担当の、西初市、流山大高の森高校、南柏駅方面行きが発着する。東口からは深夜急行バス、ミッドナイトアローアーバンパークラインの名も発着する。 西口駅前広場は、2017年8月8日の午前11時より、新設した、駅前広場へ移設した。さらに2018年12月21日午前11時からは、駅前広場完成に伴い一部乗り場が変更された。有楽町駅、上野駅発アビ子駅業の深夜急行バス、ミッドナイトアロー柏、シワ、子号、東部バスイーストは、 流山大高の森駅入り口で校舎扱いを行う。乗車は不可。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。